お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの挙式クローンですね、久々のクローンデッキやっていきたいなと思います。マジで謎にトロ溶かしちゃいました。300ぐらい今なんかね追ってたので、もうクローンでね、一瞬にして300取り返したいなと思います。このクローンデッキね、今マルチで一人だけね使ってる人がいて、その人がもう世界10位ぐらいかな。はい、クローンで上位に、この人しかいないんですけど、今の環境。ラバクロとかゴレクロとか今いなくて、はい、唯一ね、生き残りのクローンデッキ使いの方が使ってたデッキなので、ちょっとね、期待してやっていきましょうというわけですね。で、矢の雨が入ってるクローンデッキです。なんかたまにこうトルネだったりいろいろあるんですけど、そして施設が入ってない形ですね。さあ、ここはちょっと高めホバでおしゃれに、このハンターも守りつつ、ごぼうりもね、処理していきましょうと。で、ちなみにね、7人いったデッキはね、あれなんですよね。これ暇だな。ケツババディ説。なんか、ウィザードロイジャイみたいな。なんか、海外の人が使ってた意味わかんないデッキ使って7人いったんですよね。で、その後ロイホグとか、スケラとか、ちゃんとしたデッキっていうんですか、普通のデッキ使えば使うほどトロがね、落ちていきました、僕。悲しい現実。いや、マジでやばい。最近ね、勝てないんですよ。そう、なんか、やっぱこう、やる量減ると、間違いなくね、下手になるんだなっていうのが明らかに出てるんですよね、ここ最近。ちょっと頑張りたいんですけど。さあ、ここは、よいしょ、なんかクローンしたら、たまたま、うわ、LSP? え?ちょっと待って。LSP、今のはやりすぎ。なんか、ついででチェーンされちゃいましたね。まあ、相手のデッキがね、ロイホグ?オリー、デリバリー LSP のロイホグでしたね。いや、となると、ちょっと嫌ですよね。なんか、LSP とデリーがあるのが、嫌なんですけど、相手はこのね、ムートとかが結構きついと思うんですよ。ホバとかね。はい、なので、そのあたりのユニットをちょっと残していきたいよねっていうのをちょっとイメージしつつ、頑張りましょうか。さすがにファイボはない。あ、豚帰っていく。いや、ナイスすぎる。で、デリバリーがね、あるんですよね。こっちをちょっと行って、こっちでね、ちょっとクローンするよと見せかけて、こっちも行くみたいな。よしよし。いや、なんか、どうだ?この攻めは良かったのか?非常に微妙な非常に微妙で終わってしまったけど、両サイにね、振るのがクローンデッキ意外と大事なんでね。さあ、いや、相手このホバマジできつそうだな。で、ここは耐えれるでしょう。よしよし。いや、これね、フルカウンターっすよ。いや、ここはもうね、組んでいいと思いますね。さっきなんか変なことしちゃったんですけど。今回は組んで、で、クローンは、デリバリーとかあるので、ちょっと待ちましょうか。いや、相手いい取り飛んだな。ほら!いさ、ムートか?いや、ムートと、この、いや、LSP が、お、LSP が事故った、どっか消えた。え?なんで?今見ました。相手の LSP で多分相手もホバー対応できると思ったんですけど、消えてましたね。さあ、これ反対読みかなんかだと思うんですけど、さあ、相手がメンヘラになったぞ。グッドゲームというわけで、いや、でけえ、俺のね、沈んだトロフィーをクローンがね、救ってくれます、マジで。いや、本当に、やばい。なんか、プライベートでクロロやってて、っていうんですか、普通に一人でこう家でやってて、こうトロ落ちた時の、なんていうんですかね、虚無感というか、俺何してたのさっきの2時間みたいな。いや、もう5時みたいな。マジかよ、みたいな。なんか、そういうね、現象にさっきまで陥ってましたね。いやー、なので、この動画の、おー、ロイホグめっちゃ流行ってんな。ロイホグちゃん。ボムタワー系はきついですけど、最近ちょっとこう、枯渇とか、なんかクロスとかが流行ってるので、その辺に対して戦えるとかなのかな。さあ、ケツババ。マジアチャ。マジアチャ?おー、なんか、ムート?なんかちょっと見ない。あ、相手これ、入ってる。これでけえっすよ、これ。結構入りますからね、ムートって。これ、ロイフが来たらやばいな。でも相手回転早いんですよね。
さあウッドが来る。おウッド使ったら皆さん、これマジアチアいるかな。よいしょ。なんかいい感じのタイミングでクローンしたいですよね。いやこれいらんかったかな。さては2個落ちちゃうっすもんね。なんか微妙でしたね。とりあえずまあ爆破だけさせときましょうと。でまあロイフグにはババ徹底で、これファイアボ来たらさすがにうますぎ。でもクエイクだったんで今ないか、さすがに。で真ん中までやっちゃワンチャンオーバーで射抜けたら嬉しいなとか思いつつ、こうやって絶対コストきついと思うんですよ。よし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 。さあデリバリーか、マジアチャデリバリーか、ちょっと厄介ですよね。まあ、ダメージリードはしてるがクエイクで追いつかれるんで、まあまあ。ムートもね、ムートもなんかおしゃれだ、なんか相手のデッキいいな、使いてえな俺。ムートが入ってることによってめちゃくちゃ強そうに見えちゃう。まあとりあえず組んでいきましょうか。まあ、2ヤードぐらい取ってんのか。まあ、キョスキムート組むだけ？オリハンター。おお、結構積極的ですね、お相手さんは。ウッドも使ってくる。いや、これマジアチやべえな。で、なんかね、クローンで上手い人って逆サイドに攻めるんですよね、結構。なので、僕もちょっとそれ意識して、逆サイ、だから両サイ攻めって言うんですか。そう、両サイに振るんですよ、上手い人マジで。本当に。すごいぐらい両サイをね、振るので、僕もちょっと両サイ攻めに憧れたい。年頃。そう、片サイドだけだと、今見たらマジアチとかでいろいろやれちゃうんで、こんな感じでね、もう両サイ行きますよーっていう形を徐々に作っていきます。ここはもう射抜かれないのが大事で、あ、待って、射抜かれそう。やばか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 。いや、いい。よしよし。で、これは、スケバレだけちょっと逆サイドにやっちゃって、ウッド使った、デリー、いやー、全然、待って、俺のクローン下手？待って、竹取ってる、竹取ってる。いや、もうちょっと入れ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 。これ、端前マジアチャ来るんすよね、多分。来ないのかな？ババに端前マジアチャ。来そうなんですけどね、僕的に。いやー、まあ、これ、とりあえず、キョスケ投げて、なんかいろいろ爆破してもらってみたいな。あ、すごい残ってきそう。嫌な香りがしてるよ、プンプン。すごい嫌な香りがしてる。さあこれはいい感じに、いい感じになれ、いい感じに。よしよしよし。いや、ムートナイス。ムート残る。いやーちょっと怖いが、これ行った方がいい気がするな。このババが強そう。さあで、マジアチャヤンキーすぎる。マジアチャ、お前、今の環境いいね。お、待って、相手やってる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 、来た。これ絶対今ミスった相手。え、となると、マジである。となるとマジである。ここで、こっちに行くんですよ。で、デリを、え、待って、デリ使ったら相手やってるよ。え、マジやってる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 。来た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 、ほら。あれ、ラッキー。あぶねー。まあまあ正直負け試合。いや、正直負け試合でしたね。でももっと、僕はね、両サイドに振らないといけない。ケツ、うまい人マジで、なんか逆、ケツスケバレに、ケツハンター、ケツムートで、端前キョスケとか、端前ムート、なんかこう、なんかみたいな、すごいんですよ。クローンでうまい人ってなんかかっこいいっすよね。なんかもう、センスを感じるというか、おしゃれ。よし。クローン使い目指していきましょうと。さあヤリゴブスキウッドってことは、まあロイホグか、なんかまあ迫撃トルネクエイクみたいなデッキもありますけど、まあ、ナイトだったらウォールブレイカーっぽいっすよね。最近もウォールブレイカー多いっすからね、マジ。いや、これ間に合いそう。いや、間に合わねえか。うん、お前そっち行くんかい。一応嫌な目だけ打って壊れちゃった。さあこれはね、迫撃でスケバレ落とされるし、トルネもウッドもあるので、まあ嫌ですけど、まあなんなら相手はムートとかホバリングとかがきついと思うので、まあ組んじゃえばグッドゲーム説があります。よし。さあ今度はもう適当にポイ、適当すぎたかな。
落下ダメぐらい届けたかったな。まあ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 いいでしょう。これちょっと待ってもいい気がしますね。僕一枚一枚が重いんで無理に攻めることはない。トリネ使ってくれたら使ってくれたで、使わないなら使わないで。いやなん打てないな、これ打てないときはちょっと無理しなくていい気がするな。やなめ打てるときにちょっと決めに行きたいっすね、僕としては。よいしょ。さあ、ロギョウが逆サイクで、筋肉とかもする必要ないんだよね、このデッキだったら。さあさあ、まあ相手はクエイク削りデッキなので、僕のムートとかホバをちょっと積極的に生かしていきたい。ワンパンすればいいんだな、ワンパン。いや、これでなんか、あれっすね、ムートが壊れるの嫌っすよね。延命したいよね、やっぱ。ナイト。あれ鉄壁すぎんこれ。ちょっとやばいっすよね、皆さん。ワンチャントルネで剥がすとか。まあまあまあ。ロキオやばい。これ戦えんのかな。トルネウッドっすもん。でも僕があっち側だったら負けないんだ。でも意外と負けそうだけどな、俺だったら。トルネがそろそろ、いや来ないか。あそこのロケをなんか毎回同じ位置なんで読みたいんですけど、もうこれ結構やってないかな相手。このクエイクは、そのクエイクは結構やってないかな。トルネが、いやトルネが来ない。いやめっちゃいいっすけど、それは。あ、待って、俺のクローンが下手、マジで。切れそう、自分に。自分に切れそう。いや、待って、湧いてる湧いてる、ちっこいのが。いや、でけえ、このダメージマジででかいっすね。あれだってクエイクなんで、追いつかれないと思うんだけどな。さあ、ロケ砲を、ああ、いい延命だ。嫌でできるだけ多分飛ばした方がいいっすね。で、ホバで、あの、迫撃を壊してから、スケバレ追加かな。よしよし。いや、流れは完璧すぎる。で、トルネが多分あるんで、トルネを使ってからのクローン。よし。いや、これですね。いや、これはね、ホバが多分、相手も処理できなくて、まあ、グッドゲームと。いや、そうなんですよ。だから、前半僕押されて、ちょっと、びっくりした。相手の防衛がちょっと上手かったっすよね。そんな守られるっていうぐらい。絶対相性いいっすね、今の。オッケーオッケーオッケー。いや、でかいな。いや、マジで、このままマジで7475。もうなんならグロー1までね、突っ走りたいと思いますね。クローンで取り戻してる。さあ、この人はゴレライトですね。いや、ライトないかもしれないですけど、とりあえずゴレのプレイヤーですね。とりあえずゴレ。まあ、スケバレ飛ばしましょうか。これ、トリネでキング起動されそうだったらクローンするみたいな思ったんですけど。さあ、ビビドラー。形がわかんねえですね。さあ、ダクプリー。いや、これ、ムートを追加するべきかどうかなんですけど、しないパターンでいきますか。うわ、やば、エリポン？もっと、次元が違うとか、世界が違った、住んでる。いや、住んでる世界が違った、さすがに。エリポンやばい、待って、マジでやばい。エリポは世界一きつい、俺のデッキ。いや、これ取れねえ。いや、しかもなんかライダーの防衛うめえしな。いや、これ、バカ。エリポン？ちょっと待って、いつだ？いつの人だ？これは。エリポンゴレか。いや、これ終わったっすね。あの、これ無理っすよ、マジで。ライドラ？やば。待って。やべえぞ、これ。これやばいっすよ。なんやこれ。やばい、マジで。いや、しかもちゃんとキング起動してくる。いや、これでもダックプリだから、クローンで、しかもトルネ使ったから、よしよし。いや、一歩落ちちゃい。いやー、これ。残ってくんなよ、君。残ってくんない。いや、これまあ、このまま絶対対応されるんで、ステイでいいかな、一回。いやー、エリポンやべえっすよ、皆さん、これ。
わあ、エリポンすげえな。多分エリポンのことだけを考えますよね。いや、俺かそれは。エリポンのことだけはもう間違いなく考えてますもんね。エリポンのことしか何なら考えてないです。いやだ、待って、400まで削ったよみんな。これいけないのかな。400やだと多分ライトニングとかもなさそう。しかも、まあ、スケバレの落下ダメージか俺の場合は。よし、これ爆破でいろいろ相手のユニット溶かしたいっすよね。飛んでけ飛んでけ。いや待って、ワンチャン勝てそう、ワンチャン勝てそう、マジで。いやこれライドラがやべえな。相手エリポンこっそり置いてくんなよマジで。待って、ヤナーム削り、ヤナームのダメージってなんぼや。いやこれ端前今日で止めたいけどちょっと怖いよな。いやこれ待って、エリポンが地味にやばい。スケバレクローンしたいんですよね僕マジ。まあ、キョスケをクローンすれば相手のなんかその辺のユニット全部飛ばせると思うんですけど、いやちょっとうまいんですよね。いやこれタイブレイクで勝てる。いや次ライドラのターンなんですよね。いやだってすごい試合してる。これライドラマジで嫌っすね僕は。うん、ライドラだけは飛ばしたい。オッケーオッケーオッケー。ライドラさえ飛ばしてくれたら、あとは多分ね、気合で、トルネで剥がすのかな。いや、待って、ライドラだけは。ライドラだけはって言って、ライドラも全部残ってる。バカ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 。人の話聞いて。いや、ちょっとずつやばくなってきたっすよ。マジで。いや、これ終わったっすね、これ。いや、もう、なんでやねんっていう、端前これ来る。とりあえずもう爆破で気合で、もうくんな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 、こっちくんな、こっちくんな、こっちくんな。相手もスペルねえんだ。いや耐えれる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 。いや逆サイか、お前ここに来て逆サイくんだか。もう無視無視無視。いやワンチャン、これランバ絶対無視していい。いやワンチャン、いやこれ攻めるよりかは守ろう。いや守れねえなんか俺。いや待って、相手がミスった。なんでや、なんでや。そこはもう守ってよかったけど、まあ勝ったからよし。そんな勝ち方あるんすかね。相手のミスによってちょっとね。クローンだって今多分かかってなかったっすよね。いやでけえ。てか相手の粘りやばくないですか。まあライドラいるだけでちょっと全部こう守られてましたよね。エリポンがきつかったな。よろしく。圧倒されるっていう名前にするセンスっすよね。名前なのかどうかっていう、このさあロケホースケなのであれか、あ迫撃。あ違った、迫撃のああいう系かと思ったの。あ待って、これホバにロケフ打たしたらキング起動できたっすよね。おい何してんだ。あ打った、あロッキー、ナイスすぎる。でデリバリーがありそうだけど一応クローンしちゃいますね。おー、ババだった。しかもムートが消える。あ、LSP か。これ、また嫌っすね。嫌なの引いたっすね。まあ、ババで守れるか。ババで守ってロケオンに矢の網打てば、世界は変えれそうですが、クエイクと相手のスペルかな？ウッドなのか、デリバリーなのか。っていうところにもよりそうですが。まあまあまあ。これはいけそうだな。ヤナメは、ちょっと、撃っちゃおう。で、ロイフが来る、こんにちはして。さあ、これ結構チャンスだけどな。これもう、ムートとかでいいのかな。いや、なんか絶対これきついんですよ。あえて、ウッド咲かないかな。ウッドとかデリ。咲いてなかったっけ。いや、なんか、いや、これで、ああ、俺の下手か。じゃあ、これは、ウッドじゃねえ、クローンは。よし、まあ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 。ウッドってことが分かったんで、ホバとかがね、ちょっと無双します。ワンチャン勝てるんじゃね？ああ、これ、居残りが。居残り野郎が仕事してやがる。よし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 。まあ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 。これも後半、形組むゲーですね。前半、これ、耐えれたら勝ちまである。まあ、ヤナム打って。
そう。で、相手はローフグ飛ばすとカウンター来るので、もうね、飛ばさない選択。いて、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 いて。で、これ、逆サイなのかな、僕さては。気づいたんですけど。さあ。飛んでいく。待って、俺の、うわ、下手かよ、俺、バカ。あ、ウッド使った！あ、めっちゃ来た来た来た！ウッド使ったことによって、いや、頑張ってる。いや、これやばい。ローフグ来る。で、クエイクウッドまで来たらちょっとやばい。いや、来るよな、絶対。いやー、いや、耐えろ。耐えてくれ。いや、もう見えねえ、見えねえ。あー、終わった！いや、いやー、クエイクウッドっすね。いやー、なんで？これ勝ちたかったっすね。最後の、なんでやろな。キョスキいなかったクローンだったからヘボかったんですかね。まあまあ、そういうわけでちょっとね、負けちまいましたが、さあ、グッドゲームと、このね、キョスキクローンに僕の沼は救われましたね、一旦。はい、皆さんもね、ぜひ、使ってみてくださいというわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。